おはようございます。釣り子 TV です。春に向けてね、ルアーね、去年買ったやつとかまだ封開けてないやつをチェックしていってるんですけども、今年ね、ちょっと使ってみたいなと思っているのがこれ、ジャクソンのですね、イガジグチャターっていうことで、五十嵐誠プロが監修しているチャターベイトですよね。これね、結構チャターベイトの釣りって好きなんですけども、買ったっきりね、まだ去年投げていなかったなぁなんて思って、どんな感じなのかね、まずね、持っていく前に開封していきたいと思います。ジャクソン、フォローね。コラボレーションみたいなシールが貼ってありますけども、重さがですね、4分の1オンスっていうことで、こんな感じの、パッケージで、コットンキャンディーっていうカラーですね。ジャクソンってね、書いてありますけども、早速ね、どんな感じのルアーなのか、これね、あれすごいよく釣れるよって聞いて、そんでね、手に入れたんですけども、ああ、そういえばあれ、投げてねえやと思ってね、もう春先ぐらいからね、チャターベイトをね、使いたいので、はーい、こんな感じのパッケージに入っていて、開けるとですね、非常になんか丁寧な入れ物、ブリスターパックで、あ、はい、イガジグチャターですね。あ、結構小さい中にいろいろな、ね、重さもわかりやすいように、ピッて書いてあって、で、気になるのがこの、下側にね、ブレード、ウィローリーフのブレードがですね、ついていて、わあ、いいですね。で、こんな感じのね、チャターベイトのブレードがこう、キラリンとついていて、で、スナップがついていて、で、今ね、パッと見てね、気になったのが、このフックキーパーがですね、こんな感じの、非常にね、これね、ずれづらくて好きなんですよね。一回刺すとちょっとね、ワームはこう切り裂いちゃうっていう感じで、付け替えの時とかはね、あれって思うことあるんですけど、チャターベイトとにかくね、投げまくるタイプのルアーなので、途中でこのちょっとね、ずれ出したりして、こう、あれってね、何回も直したりするのが非常にね、嫌なんですよね。ということで、こういったチャターベイトに関してはね、このね、ワームキーパー部、これがね、採用されてると非常にありがたいなぁなんていうふうに思いますよ。ね。わーで、こう、スカートはね、結構細めのふわーっとしたスカートが丁寧に、巻かれていて、で、どんな状況で使うのかとか、こう説明が書いてあるかなって、裏にね、こういろいろ書いてあるので、ちょっと見ていきたいと思います。目指したのはタイトなアクションでしっかりとした引き心地を感じることのできるチャターベイト、そしてできたのがイガジグチャターです。巻物を使う上で重視している感覚、それは巻いている時に手に伝わってくる感触、ルアーが受ける抵抗を増やして引き心地を重くするため、あえてブレードではなくフラットヘッドを採用しました。そのためブレードの抵抗は小さめながら、ヘッドの溝押しで引き心地を重くして浮き上がりにくい設計となっています。ヘッドに装着されたフラットなブレードが放つブルブル感と、お腹についている小さなブレードによるプルプル感、そしてこの2つが放つフラッシング効果、この複雑な振動とフラッシングでバスを魅了します。タイトなアクションだが引き心地をしっかりと感じることのできるチャターベイト、その手に伝わる感触とバスの反応をぜひ体感してみてください。文五十嵐誠って書いてありますけどね、こんな感じでポイントが書いてあるんですけども、このヘッド形状によって水の抵抗を強く受けるルアーの引き心地を増幅させるヘッド、そんな形になっているっていうことですね、この形ね。で、この下のウィローリーフのブレードが小魚の群れのような複雑なフラッシングと振動を発生させるアシストブレードね。で、スローに引いてもしっかりと泳ぐこのチャターのブレード、このね、要素がいろいろ組み合わされているよっていうのが、このジャクソンのチャターベイトのね、イガジグチャターの特徴みたいですね。ということで、なんかベイトの群れがちらちら見えるなーなんていう時に、ちょっとバーっと巻いて探る時にね、使ってみようかなーなんて思うんですけども、
チャターベイトってね結構いろいろなメーカーから出ているので、まあね今年はこういう感じで、今までねそうですね、チャターベイトだとジャックハンマーがね大好きであればっかり投げちゃってるんですけども、それ以外のねいろいろなメーカーからね今チャターベイトってありますので、そんなところもねいろいろ試しながら投げていこうかと思います。まあねこんな感じでね、開封したので、これもねチャターボックスに入れてねいつでも出撃できるように、これであとトレーラー何つけたらいいんですかね。まあトレーラーまっすぐ系のものが多いと思いますけども、まあそこら辺もねいろいろ後ろね試してみながら、こんなトレーラー良かったですよなんていうのがね、ありましたらこうご紹介していければなと思います。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、ね、ジャクソンと、フォローのね、コラボレーションでできたアイテム、イガジグチャター、これを、開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。